ビートライブニュース。キャスターのあやのです。今週もよろしくお願いします。今週紹介するのはこちらのイベント。リポーターはミクです。皆さんこんにちは。ビートライブ&IT のミクです。今日はジェスト池で開催されたイベントに参加したビートライブチームを紹介します。いつものオフィシャルチームやダブルダッチチームの他に春休み集中講習のクラスが参加しました。まずは春休み集中講習の様子からご覧いただきましょう。どうぞ。春休み集中講習は毎日3レッスンを5日間続けて受講する特別講習です。こちらは第1クールの様子です。基礎レッスンのほか、なるみ先生のブレイク、陽介先生のヒップホップを習いました。記念 T シャツゲット。こちらは第2クールの様子です。基礎レッスン担当は第1クールに続いてターボー先生。レッスンの合間のランチタイム、どんなおかずが出るか毎日楽しみでしたね。ランチの後は勉強時間、先生はオルトタイプの直樹さん。これで宿題もバッチリ。第2クールではふうこ先生のヒップホップとまどか先生のヒップホップを習いました。このように第1、第2クールとも5日間で1つの作品を作り上げました。そしていよいよイベント本番です。みんな練習の成果出せるかな。講習に参加した感想をお願いします。春の講習でいっぱい練習して上手になりました。イエーイ。知らない子たちとも、友達になれたし、1週間しっかり頑張れたと思います。講習から今日までどうやって練習しましたか。 YouTube を見て自分で鏡見て踊って頑張りました。お YouTube をどれぐらい見て練習しましたか。10回ぐらいです。間違えたことない。100回ぐらいした。100回でした。イベントでダンスを踊った感想を聞かせてください。緊張したけど頑張れました。はい、イエイ。ドキドキしたけど大きく踊れてよかったです。イエイ。はい、いっせーので、ビーバーみ集中講習の皆さん、お客さんいっぱいの舞台で練習の成果を発揮できてよかったですね。イベント関係者の皆さん、ありがとうございました。続いてはインフォメーションコーナーです。